皆さん、こんにちは。朱雀あかりです。今日は黒点経典第2巻、323ページ、赤い砂の砂漠について朗読していきます。それでは、よろしくお願いします。赤い砂の砂漠、スフレー。コウミョウは、昔、狐の面をかぶって現れたサツキ姫から、この者と一緒にいるとそなたの目覚めの邪魔になる。直ちに離れなさい、と言われた。その時、コウミョウは、蛇に取り憑かれた職人と一緒に行動していた。この職人は昔、コウミョウの父親の会社で働いていた職人で、コウミョウはサツキ姫から城や神社を回るように言われていたので、その職人と一緒に城や神社を回っていた。彼は数百万円をコウミョウから借りて返済することもなく、山口県のコンビニで神社には行かないと言い突如暴れ出した。その後、荷物も財布もすべて置いたまま裸足で忽然と姿を消したのである。その後、彼は消息不明のままである。ある日、コウミョウのビジョンにこの職人が現れ、彼は職を探していた。コウミョウが彼に仕事を世話してくれる人がいるから、とりあえずそこに行ってみるか、と言うと、彼は借金があって、今とりあえず30万はあるが20万足りない、と言う。車の窓を開けて走っているので、カバンの開いた口からお札が風で窓から外に飛んで水路に落ちた。二人で散らばったお札を集めていると、彼はトイレに行きたいと言ってトイレに行った。コウミョウは彼に数百万を貸して帰ってこないので、集めた金から11万1千円を引いて、風で飛んで全部はなかったよ、と彼に戻した。その後、旅館に帰ると旅館の親父さんが出てきた。その旅館の親父さんは布袋に見えたが、よく見るとコウミョウの父であった。コウミョウの父はニコニコして、今日はお金が足りないって聞いていたから、僕の方でお金を用意したよ。この封筒に入っているからこれを使いなさいと言って、21万1千円と書いてある封筒を彼に渡した。その瞬間、急に場面が変わった。人の面倒を見るとか助けるとか、お金を貸すことは容易なことなのだ、と違う声がした。そして、真っ暗な部屋の中にコウミョウの奥さんがいて、自殺しようかと悩んでいる姿を見せられた。その声は、お前が良いと思って大盤振る舞いをするが、家計が苦しくて迷惑がかかって誰かが耐え忍んでいるのだ。人に物を与えるとか人の物を背負うには、まず全体のことを考えなければならない。自分のことだけを考えて満足するようでは人を正しい方向に導くことはできない。自分がそれをやることによって周りに嫌な思いをさせたり苦しむ人がいてはならない。このことをよく覚えておきなさい。よく周りを見て人助けというものを考えなければバランスが取れないのだ。明日、来るかもしれない苦しみについても話しなさい、と言った。そして、また場面が変わった。コウミョウの父がエビスに変わり、そのエビスがコウミョウに一言、スフレーと言った。コウミョウがスフレーとは何ですか、と聞くと、アフリカ大陸の南西部の国ナミビアにある赤い砂の砂漠だという。人々の最後の受け入れをするとき、薬師如来が手を差し伸べた人々は、美しい惑星に行ける。皆がこの惑星はどこなのだろうと話していると、ここは地球という惑星で、新たにやり直す場所なのだと声がした。しかし、この綺麗な惑星に来られなかった多くの人々がいる暗闇の中から、スフレーと声がした。スフレーは、グレーゾーンの御霊を持つ人々が閉じ込められる空間だという。スフレーは赤い砂の砂漠の殺伐とした惑星である。現在、グレーゾーンの魂から抜け出せない人々は圧倒的に多い。このようなグレーゾーンの魂から抜け出せない多くの人々は、どこに行くのかという疑問が我々にあったが、今、その謎がようやく解けた。つまり、その人々は、荒涼とした赤い砂の砂漠スフレーに追いやられるのである。一方、ジャナル魂に支配されている人々は、中に無数の針がある小さなキューブの中に閉じ込められ、苦痛を受けながら永遠に宇宙をさまようことになるという。近い将来、人々はこの3つのいずれかにふるいにかけられることとなる。非常に難儀なことは、
これらのグレーゾーンの魂から抜け出せない人々やジャナル魂に支配されている人々は、自分でそのことに気づいていないことである。この世界を創造した光の民は、次の新しい世界にはグレーゾーンの魂は必要でない、という。光の民のメッセージを真摯に受け止め、自らが考え自分の魂を正しい方向に向かうようにしなければ、スフレーという赤い砂の砂漠の世界に行くことになり、次の新しい惑星に行くことができないのである。我々はこのことを真剣に受け止める必要がある。今日はここまでにします。また次回、続きを読んでいきますからね。それでは皆さん、お元気で。Thank you.